よーし、やるか。スーパーマリオメーカー2、遊んでいきましょう。あ、そうだ、みんな、コースター遊んでくれてありがとう。ちゃんと、こういう感じで、お知らせで届きました。ドントストップ。止まるなってことだね。動けってことでしょ？待って、怖い。そういうことね。ドントストップ、そういうことね。止まんないで、走っていけってことか。オッケー！オッケー！あー、踏んじゃった！これ避けなきゃいけないのきついな。ジャンプでかわす、ジャンプでかわす、ジャンプでかわす、ジャンプ、やべえ、これタイミングどこでジャンプするかが重要だ。お、いいね。ここ踏む。あー、こいつ、今の亀踏みたかった。亀踏めばいけたんだけど。ねえ、やっちゃった。やっちゃった。あ、うまい。あ、うまい。うまい。あ、危ない。あ、うまい。うわー、うまい。やっていけ。あー、マジかよ。ドッスンが横から来るの反則でしょ。あー、もうせっかくいいとこまで行ったのに。あはバカ。ああ、怖い。いける。ああ、頭が当たる。あそこ、クリボー踏めばいけるわ。クリボー踏もう。ああ、ちょっと弱すぎた。ここ難しい。この亀に乗るのが難しい。亀さん乗るの難しいね。のこのこ。のこのこ乗るのが難しいや。これ、ここね。ここ大事、ここ大事。クリボーに乗らなきゃ。来た！飛びすぎて頭当たったんだけど。うまい！うまい！あー、やったー、やっちゃったー、バーカ。よーし。よーし、よーし、いってるいってるいってる。来た。来た。来ました。うおーい。危ない。オッケー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 。来た。よかった。ああ、難しかった。バスの旅。平和。よかった。さっきのやってたら、この、なんか、ほんわかした、このマリオの感じ、すごい平和。ありがて、今の俺にはとてもありがたい。バスの旅っていうくらいなんで、え？待って。これ避けなきゃいけないの？はぁ？お、バスの旅っていうくらいだから、もっと平和なのかと思ってたらさ、なにこれ？これ避けなきゃいけないの？どこに当たったの？あー！歯車ね。バスのタイヤに引かれちゃったんだ、今。そこも関与しないといけないんだ。じゃあ、あんま右、行きすぎるのも良くないんだ。じゃあ、ここジャンプして。オッケー、いいね。で、ここジャンプ。ファイヤーちょっとかわして。この赤いキラーちょっと邪魔なんで、あははは、罠！これ、うまいこと罠あったなー。で、この、この赤いの邪魔なんだけど、放置しとこうか。ワンワンいるから。で、お先。オッケー。先壊せたわ。ああ、びっくりした。またキラー来たわ。キラー、これ、どうすんだ。あ、オッケー、受けれた。オッケー。これゴールじゃない？よーし、よーし。あ、これよくできてたね。でも、こんくらいがちょうどいい、俺には。世界一簡単なコース。スーパーマリオのままゴールって書いてあるよ。ってことは一回も食らっては、ダメージを食らってはいけないってことか。世界一簡単っていうくらいがとても簡単なんでしょう、きっと。これは当たんないでいくんだよね。あのガラスのケースに入るんだな。ここジャンプして、右に行こう。え？消えちゃうんだ、これ！これ消えちゃうんだ。ごめん、もう一回！ちょ、今の見なかったことにしてください。もう一回。
今度勢いでちゃんと行こう。これ消えるの知らなかったな。あ、やべ。やらかした。オッケー、右行く。オッケー。で、ガラスのケースの中に入って、これ、あ、頭当たっちゃった。これ世界一簡単なコースじゃないの？世界一簡単なコースって言ってるのになんか死ぬとこあるんだけど。簡単って言えるのでしょうか？このステージ簡単って言えるのでしょうか？それとも、僕が下手なだけですかね？簡単なステージもクリアできない僕が下手なだけですかね？あ、オッケー、オッケー、オッケー、右の中入って。あ、めし、落ちる！あー！あはははは！あ、待って！取るの忘れた！やべ、やらかした！やらかした、このまま行っちゃった。このまま行っちゃったよ。しかもタイミングミスった。あー、戻された。オッケーオッケー、このタイミング。このタイミングがまずい。オッケー、戻って。いや、戻って、戻って。いけ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 。うわ、まずい、まずい。これタイミング合わせよ。ここだね。ここで行こう。ダメだったここ。このタイミングで行って、降りて、で、ここ壁ジャンプあるから。なんで飛びすぎるの？で、中に入る。で、ここタイミング合わせて、ここかな？このタイミングで行って、で、下に行くと。これだ！これよ！これ、これでいいんだ！で、落ちないように、とか曲がる、あ、ここ気をつけて、本当に集中しないと。曲がるタイミングでジャンプだな。オッケー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 。え、これ集中力使うんですけど、怖い怖い怖い。うわ！うわ！やばい！やばいやばいやばい！これ乗っていいんだよね。よしよし、これ乗れるんだ。あ、あそこ。あー、オッケー、やったクリアした、よかった簡単なステージだけど、ちょっと、もう無理、もう無理、俺怖い。空のシーソー遊び。今回追加された、マリメガ2で追加された、シーソー、これだ。シーソーを使った、遊び。てか、これ、くるくるくるりみたいだね。知ってる意味でくるくるくるり、やべ。ちょっと偏りすぎると落ちちゃう。危ない危ないバランス取られた危ない危ない危ないね、これ。危ねえ。くるくるくるりんだ、マジで。くるくるくるりんって俺初めてやったゲーム。ゲームの中で一番最初にやったゲームかもしれない。あ、でもそんなことはないわ。ゲームボーイアドバンスで一番最初にやったゲームだ。ゲームボーイアドバンスっていう、今 DS よりちょっと前に出た、携帯型ゲーム機ってのがあるんですけど、それで初めてお母さんに買ってもらったのがくるくるくるりん。今でも覚えてるわ。そんなにやりたくなかったんだけど別にそこまでやりたいゲームではなかったんですけど、うちの親がですね、なんか買ってきてくれて、お前のために買ったんだよって言いつつずっとやってました。なんかくるくるくるりんってのはこの今僕が乗っているこのくるりんくるりんこれに、これをね、イライラ棒みたいな感じで他のに当てないで削らずにクリアするっていうとても鬼畜なゲームでした。ちゃんとやりました。よいしょ。子供のね、時からね、イライラ棒とかそういうのやってるんで。こういう、なんか、シーソーみたいな。地味な操作には慣れてる気がする。今のもね、大きくして、大きくしてっていうか、左に重心乗っけて、右側を、大きくすれば、上にすれば、大きくてないや。上にすればね、いけるんで。え、これ、なんか長くね長くねこのステージ。あ、安定した安定したぞここ安定したぞど真ん中だから。今までなんでやってこなかったんだろう。めちゃくちゃ安定してるんですけど。あ！安定にゴール。で、これ来るけど避けると。はい、ピアップゲット。これ、よきやね。よかったね。キャット&マウス、猫対ネズミや。トムとジェリーを思い出すな。トムとジェリーか？あ、猫マリオ。まあ、猫が自分ってことだな。猫。よし、行くぞ。猫ってさ、こういうとこ登れるんだよね。木も登って、ジャンプ。あ、ネズミ、そういうことね。ネズミのキャラいるんだ、今作。敵でいるんだね。あ、登れ、登れない。あれこれ登れないんだけど。ああ、こういうことね。シュイーンシュイーンシュイーンザザザザ。攻撃して、左に行くと。いいね、猫マリオ。可愛らしい猫マリオ。あー、やっぱ猫好きだわ。あ、これ違う、これ違う、これ違う、危ない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 。これ敵だった、危ない。
やばい、食べれる。やばい、やばい、やばい。あ、中間地点ありました。ありがとうございます。ネズミちゃん。あー、ちょっと上に当たっちゃった。猫じゃなくなっちゃったけど。踏むってこと？え、踏めない？あ、踏めた。めっちゃゴリ押したのよ、今。なんか、クリアの仕方違うぞ。ゴリ押したぞ。はい。ゆっくり置いていこう。はい。でもジャンプで登るんでしょうね。で、倒すのかな？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。もう猫、猫の原型ないけど。あ、中間ありがとうございます。よーし。ちょっと待って。そこジャンプできたのか。マリオが全然知らない男みたいになってる。で、こういうことね。ジャンプして、コイン全部取れなかった。申し訳ない。よしちょっと下手くそだな、俺。ただ単純にマリオが下手な男だ。ありがとうございました。今日も終わろっか。